自分にぴったりパーソナライズ商品、町の皆さんはどんなサービスを利用しているのでしょうか。化粧水をインターネットでこう自分の肌質をこう入力していって、はい、でおすすめのものをこれですというふうに。化粧水とあのリップ、お店とかでするのってなんかちょっと声かけづらいなとか恥ずかしいなっていうのはあるんですけど、自分でピッピッってできるのが手軽でいいかなって思いました。メディラのシャンプー、なんかネットでどういう髪質にしたいかとか、今の自分の髪質とかそういうのに答えました。失敗をしなくて済むし、いいなって思います。話を聞いて多かったのが化粧品。コロナ禍で外出が減り、店で化粧品を自由に試しづらくなっていることから、パーソナライズサービスを利用する人も多いようです。お店にはこうコロナとかで行きづらくてもどこでもできるっていうのはすごくいいなって思います。そんな美容や健康に関心の高い人にもぴったりの人気パーソナライズサービスが、あさみさんをサポートする野菜とフルーツ、うわたくさん出てきた。管理栄養士の監修のもと、自分に必要な栄養素を含む野菜やフルーツが入ったスムージーやスープが届くグリーンスプーン、ウェブ上の診断でおすすめの商品を提示してくれます。普段から体に気を使った食生活をしていますか。気を使ってる、積極的に取りたい栄養素、ビタミン C、タンパク質、食物繊維かな。アレルギーや苦手な食材は除外することができます。診断が終わると、おー出ました、ジェノバ風サラダ、おしゃれですね。スムージーで黒っぽいな、これ炭が入ってる。デトックス効果ですかね。こうやって何種類も出てくるっていうのは本当にありがたい。楽しみ。届きました。いいですね、かわいいパッケージ。この白い蓋がスムージー、黄みがかった蓋がスープ、こちらがサラダです。届く食材は味や栄養素を生かすために収穫してすぐ瞬間冷凍されています。スープとサラダは電子レンジにかけるだけで簡単に食べることができるんですよ。真っ黒のスムージーです。うわー、どんな味がするんでしょうね。あさみちゃんに合わせて届いた栄養たっぷりの野菜メニュー、さあそのお味は。まあ美味しい。かぼちゃの味がすごい引き立ってますね。ビビン風サラダ、キムチの香りがいい。じゅわーっと旨味が出てくる。じゃあ黒いスムージーいただきましょうか。レーズン、リンゴでアーモンドの香ばしさ、めちゃくちゃ美味しいです。自分だとこれだけの数の食材を集めるのはものすごく大変。一昨年サービスを始めたグリーンスプーン、その豊富なメニューと手軽さで人気が急上昇。先日累計販売数が100万食を突破しました。自分では作れない味だったりとか、なかなか自分だと食べないレシピなども組み合わせて味は決めさせていただいてます。アレンジレシピでお召し上がりいただく方もすごく多いですね。続いてこちらは今年出たばかりのパーソナライズ化粧品ビュー。生活習慣や肌の悩みを選ぶと自分に合った美容液と漢方のサプリが届くサービスなんです。なるほど、こうやってちょっとグラフになってますね。くすみ肌とエネルギー不足っていうのが数字が大きいですね。あーなんかもうテンション上がる。届いた瞬間からも愛着湧いてます。これが私の美容液ね。あーいい香り。生姜と柑橘系のくすみ肌ケアになるといいな。フィットネス動画にもパーソナライズサービスが登場。こちらはフィットネス動画サイト、リーンボディ。お尻を小さくしたいです。キュッとしたくて。脂肪燃焼ダンスえできそう。エクササイズの種類や体の気になる部位、レッスン時間などを選ぶと700本以上の動画とライブ配信レッスンからぴったりのプログラムを提案してくれるのです。息が上がる。
自分のできそうだなっていうレベルのトレーニングとか運動がずらっと出てくるので選びやすい、やりやすかったです。すごく中のリモートワークやオンライン授業などで使う機会が増えたイヤホン、でも耳に合わなくて外れてしまう、耳が痛くなるなどのお悩みってありませんか？最近売れているのがイヤホンの先に装着する自分専用のイヤーピースが作れるサービスです。かわいい、色いろいろあるな。まずウェブサイト上で使用するイヤホンの機種や形などを選択します。来ました、カラーですね。左がじゃあブルー系ね、右がゴールドにします。デザインが決まったら次は耳型を作成。補聴器専門店で耳の中に異常がないかなどを確認して専用のシリコンを使って耳型を採取します。あーなんかうわー、あ冷たい、あーただいま、うわー出てる、いびつ、見たことない形。この耳型をもとに一つ一つ職人の手作業で自分専用のイヤーピースが作られます。現在申し込みから届くまで1ヶ月かかるそうですよ。来ました、これが私のです。型を取っていろんなデザインもチョイスして、じゃーん、おー天然石みたいですね。やっぱりこう見ると形がちゃんと違いますね。こうか、あ、ここです、あ、ここここここ、あ、すごい、ぴったりってこういうことですよ。皆さん今自分が喋ってる声もあんまり聞こえない、それくらいしっかり塞がれてます。耳にぴったりと合うことで外れにくくなるだけではなく音の聞こえ方にも変化が。今まで使ってたイヤーピースと比べて音量小さくてもしっかり聞こえました。音がクリア、綺麗に聞こえる、耳に負担がなくなりますね。集中してお仕事ができると思います。